何今のゾンビ？え？そのようですね。でもあんなに俊敏な動きをする個体は、わあ！この見た目は、たとえ可能性は低くとも挑む覚悟はあるか、メイドオブザデッド。謎理論、タッタッタッタ、謎理論、タッタッタッタ、お前が言ってるその理屈は謎理論。やあ、佐々木圭介だよ。パート1から続けて撮っております、メイドオブザデッド。ちょっとパート1との中間の間にちょっと確認してみたんですけど、このゲームね、アイテム購入、あとは装備の強化と武器の強化とかこういう感じでできるんですけど、残念ながら、これかな、強化するにもね、どうもポイントだけじゃなくて素材とかもいるみたいですね。これで言えばメイド服は繊維素材が必要だし、その戦いによっては多分素材が出てくるんかな。ってことは戦いながらもちょっとアイテムに気を配っとった方がええかもしれんね。そこでちょっと気にしとかなあかんところか。戦いながら素材を集める。ちょっと模範チックなところあるな。だからアイテムとかもちょっと気にしながらも戦わなあかんわけじゃ。立ち回りね。とりあえず今、素材が全然揃ってないんで、強化ができなかったということを確認できました。そんなとこですね。サブシナリオも出とるわけじゃないし、まあ普通に出撃していきまーす。アムロ行きまーす。これ拠点。あ、もらっちゃった。ちゃ。これは VDX なんすかね。バーチャルデラックス。これ前にや1の1が前回やったチュートリアル的なステージか。5分耐える。3分増えとんじゃ。これやってみましょう。出撃先はまずエリアを選択し、続いてエリア内のステージを選択します。選択ステージでクリア条件が表示されます。ステージごとに条件が違うので確認しましょう。で、操作対象は出撃可能なメイドのみ選択できる。ゾンビになりかけのメイドは出撃できない。出撃必要なメイド、あー、なんかストーリー上まだ出会ってないキャラクターをここには連れていけないみたいな、そういう縛りがちゃんとあるんかな。で、メイドごとに武器が違う。固有スキルと必殺技も違う。みたいな感じのことも説明がありますな。消耗品も一つあるんで気をつけて。みたいな感じ。とりあえず、まあ、このまま、ねえ、なぎさちゃんで行くことになりまして、こんな感じ。行くぜ！出撃！ゴー！さあ、操作慣れなあかんのよな。前回も前回で。来た！まあ、5分耐えるんでさ、前回みたいな感じになるでしょ。強化が全くされてないんで、ちょっと戦いながら、気をつけながら、なんかどっかの本屋の店員みたいな服装のやつ来た。L ボタンで向きを変えれることをね、気をつけて。できるだけ敵が固まっとるところに撃たんかったらね、効率よく。起きた。ここはドローンですね。ドローンがいきなり出た。これはでかい。まずこのゲームは手数ってのが欲しいですからね、これ。回復アイテムばっかやな。さっき言った通り素材が欲しいところがあるからな。 L ボタンで向き固定できるけど、それを気にしなあかんね。槍がちょっと手薄っぽいからこっち側に逃げながら、おっとドローンも1機だ。2機目のドローン、予算かかってる。戦闘にかけてる。予算かかってる。予算どっから出てくるんだろう。めっちゃ金持ちゃん、あの博士キャラっぽいメガネのやつ。カノンさん、やるじゃねえか、カノン。めっちゃ金かかってるわ。おお、ドローンが攻撃してくれてる。明らかに向き違うのに左の方向に飛んでいけるもん。あ、メイドおる。あれに、あ、人助かっちゃった。メイド殺しちゃう。殺しちゃったー。あれ、俺、あれ、刺激弾だったっけ、持ってないから、もしかして。待って、タイム。操作方法、俺 B ボタン、刺激弾 B あるよね、 B ボタンよね。俺 B ボタン押しても出んかったってことは刺激弾持ってないか、今。どれが刺激弾も、ドローン3機目ドローンあったら便利じゃぞい。あ、待って、素材アイテムある。これいる、これいる、これ素材アイテムだろう。
よし、こんな感じでそのアイテムあるんじゃん。めっちゃハートあるやん。あー、ゾンビ、ゾンビじゃないわ、メイドがおるけど、やっぱ B 押しても何もならんのことは。きたー、支援ドローン強化、数はこれ以上増えないらしいです。あとメイド、メイド助けられねえ、残念、ごめん、無念。刺激弾まだ持ってなかったらしい。その刺激弾も、あ、待って、これなんか刺激弾に関係あり、ドローン。めっちゃドローン強化してやるからな、お前。そういうタイプの YouTuber かってぐらいドローンに力かけるぞ、お前。でも敵倒した方が素材がガンガン出てくるし、何よりハートも多いよね。何あれ、右上のやつ、何これ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 、なんか取ってみるよ、何これ、中ルーレット始めた、カジノ始めた、なんかまたドローン強化されましたけど。あと金も入ったかな。ドローンじゃ、世の中ドローンを制する者が世界を制しそうな気がする。すごい、弾幕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 、これ余裕やぞ、5分耐えるなんかすっごい余裕やぞ。あと動き早かったっていう設定どこ行ったんっていうぐらい動き遅いもん。さすがにゲームやけん、そういうバランス調整は出てるでしょう。素材がね、序盤強化していくために素材がたくさん欲しいところなんでね、攻撃回数って重要ですよ、これ。爆弾設置とかある、なんかちょっと気になるな。何ですかこれ、爆弾どうやって設置するのそれ。バー設置されてる、爆弾設置されてる、ドカーン、え、終わり。爆弾終わり、爆弾どうやって使うのこれ。あ、出た、爆弾も重要なんや。でも2位で置けんだけにさ、どこに置くとか決めれんのかな。またドローン来た、4機目のドローン来ました。こんなドローンの数 MF ゴーストでしか見たことない。あと爆弾が全然活躍しない。爆弾の前にドローンが全部片付けていくけん、爆弾をただ置いただけの爆弾、爆弾で一人一人とれもゾンビを倒していない。倒していないんです。ドローンが優秀すぎて、爆弾なんか過去の、過去の技術みたいな感じになってる。ドローンの最新技術の前には爆弾なんか。ごめんごめんよ、爆弾火薬開発とかしたさ、ノーベル博士だったかな。ダイナマイト開発したってノーベル博士だったっけ。ドローンゲーム、ドローンゲーになってる、ドローンゲーになってる、これこれ。ドローンの弾幕がすごい、これはブライトさんもにっこり。弾幕水曜何やってんのっていう言葉は絶対出てきません。熱いぜ弾幕、熱いぜ弾幕。てか今頃気づいたけど、ハートを取ったらこれ経験値になるけん、これでどん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 ドローン強化していけば、ドローン系になってる。なんかドローン電撃ビリビリだって言える。なにあのドローン、わー、なんか数、ひゃー、ちょっとそれはちょっと聞いてないですよー。ちなみに俺の HP どれ。あ、キャラクターの下のやつか、今頃気づいた。やばい、こんな出方、必殺、こういう時こそこれでしょね、いいね、これですな。ああいう風って聞き方があるんじゃ、鍵ができたらやばい、逃げろ。あー、あ、なんかダメージ表記あるんじゃ、やばい、数多い、数多い、わー、なるほど、食らったらこんな、食らった方がエッチなもん見えるじゃんとかやいよったら、ドローン活躍してくれ、ドローン活躍してくれ、やばい、必殺技打てんのじゃ、自動回復、耐えろ耐えろ、やばい、死ぬ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 、爆弾か、全然活躍してない、死んじゃった、あと10秒だったのに。焦りすぎてさ、服破れの表現に対して何も反応できんかったな、あんまり。再チャレンジや、ああいう上から降ってくるパターンがあるってことにさ、気をつけとかなあかんな。慣れていかなあかんな、こういうも。そうそうそう。よくよく考えたら、右スティックでさ、いろんな方向に向けれるんやけん、L で固定するだけじゃなくて、これでクイックに
普通もああさ重要なところあるんよ。一点集中で L で一点集中か、こういう右スティックでのこんな敏感な動かし方とか、まあいろいろさ試していかなあかんね。試していくっていうか状況に合わせて使い込んでいかなあかん感じ。ドロー2機目出なかったっけ、あれ、滞在時間増加か。滞在時間ってことは消えるんか、ドローン時間経過で。レベル上げていくことに強化されていくんだったらハートもバッチリバッチリ積極的に取っていった方が有利なんやな。やっぱドローンおらんようになったいや次でやいけるな、消えたわけじゃないわ。なるほど、結構戦略的なゲームだったな。ドローンの攻撃力増加、ドローンゲーになってきている。俺のメイドオブザデッドドローンゲーになってきている誰か気づくかな、俺みたいな発想になるかな、ドローンゲーじゃみたいな、このゲームはドローンゲーですみたいなドローン以外のパワーアップ手段か、グレネード使ってみるか。グレネードどうやって出る、な、グレネード投げてる、おい爆弾そばにポンって置くより全然役立っとる、めっちゃ投げてくるよ、んで活躍してる、いいぞいいぞ。あーでもハートが欲しいのにハートにめちゃくちゃ群がってくる、こういう時こそこれか。これで一掃して道を作りつつハートも荒稼ぎ、荒稼ぎとでドローンマックスまで出して生命性ドローンな気がするもんこれ。敵の数が少ないけんこっちに寄っていく、少ないと言っても結構多いけどねこれ。上の方が空いとる、どっか絶対に空いとる場所があるんじゃってことをさ見ながら行かなあかん感じかもしれん。でもこうなると結構うわー、なんかメイドゾンビって硬いな、なんか今ワントリガーでは倒しきれんかったぞ。メイドゾンビはちょっと硬いんやな、他のゾンビに比べたら。ゾローの攻撃力アップしとこう。あれ待て、肝心なドローンどこ行った、おるな、おるけど。やばい、ちょっと。まあ、見たいけど、こういうのも見たいけど、必殺技2回目。これ突破口開かんかったらあかん。あんま開けてないね。ここは空いとる。ギリギリでいつも生きていたいんから、みたいな。カトゥーンみたいな隙間だった。カトゥーンみたいな隙間来ました、これ。今のうちにちょっと敵の少ないところに移動していくからポジション取りが重要。これちょっとドローンゲーとか言いながらさ、スピードをちょっとアジリって上げとかなかったらあかんね、これ。機動力、立ち回りっていうかポジショニングが重要やね、これ。ポジショニングもいるけん。早めに有利なポジションっていうか安全なポジション取らなあかん。よし、いい感じの回復繰り方。今のはいい感じですよ。そしてこんな敵のすごい少ないところ来ちゃったからね。で、この辺結構ハートが多いんで、この辺かき集めて、もっとレベル上げたいな。そしたら、後半のちょっと敵多い状況だったらさ、防御力とか回復、自動回復とか欲しいところなんやけど、結構ドローンが多いね、俺。省エネ手榴弾もらおうか。てか、ドローンどこ行ったって思うんやけど、たまに。ドローンがあんまついてきてない。じゃあ来た。そばにおってほしい。ドローンにはそばにいて、もう青山テルマまでおってほしい。そばにいるねって、そばにいるねって言ってほしいんやから、青山テルマ。必殺技を使うぜ。ちょっと危なくなったら使う。やば。使いどころ間違えたかもしれんぐらい。変な。隙間ある？あるな。あるか。あと1分。わー来た！降ってくるフェーズ来た！これちょっと痛いんよな。降ってきたときにどうすればええ？移動力欲しいな。この降ってくるのに対策するために移動力欲しいかもしれんわ。
意外と難しいなこのゲーム。終わったでないか。移動力いるなこれ。ポジショニングがちょっと重要すぎるこれ。大体分かってきたけんさ、そろそろ決めよう。あのさ、円に囲んでくるようなあれ対策するためにスピード上げといた方がいいと思うわ。スピード上げればさ、そのスピードが足らんかったらさ、あれ降りてきた時にさ、中に入らんようにさ、外側に逃げることをできるようにしとかいた方がいいと思うよ。スピードやな、立ち回りが重要じゃんこれ。スピード、アジリティ型でいくぜ。アジリティじゃ機動力を制した方がいい。てか割と崖っぷちやっけん、ドローン使った瞬間に必殺技が使えない。必殺技使い方、使えるか使えんかの見極めが全然分かってないですけど、これ使えんのじゃ今。ここは攻撃間隔 4% 短縮欲しいな。これ攻撃回数増やるんちょっと単純に強いでしょこれ。ここ使おう、ここは使おう。よし、そしてここでなんだろうこれ。あ、そっか、近接攻撃もあるもん、忘れとったな。これもちょっと消えとかなあかんけど、とりあえず今はグレネードか。体力増加、敵のそう隙間を見極めよう。隙間をね、敵多いな。でもこっちにこう迂回しようか。やっぱ機動力いるな。ドローン機動力をもってして先手を打つような戦い方が必要か。このゲーム格闘攻撃もある。格闘攻撃って結構こう範囲が広そうやな。あ、しかも割とクールタイムがあるなこれ。ご両親ご両親、割とご両親。よし、ご両親とりあえず突破したぞ。突破したけどちょっと HP 回復アイテムってないんですかねみたいな。割と格闘攻撃強いんやな。あ、やばい、敵置いて。こっちかな。自動回復いいな。自動回復ちょっと欲しいわこれ。後輩になるにつれちょっと敵の数が多くなってさ、攻撃をかわせん時が出てくるけんさ、こういう時こそ。いいぞいいぞ、回復夜、さっきよりはマシな夜は。ちょっとマシ戦いよな。いい感じにクリーヌッキー俺が、この辺でちょっと必殺だ。これはさすがにちょっと突破しにくいと思った。このルーレット使いまーす。スピードいいね、求めとるやつ。求めとるのはそのスピードだ。瞬速履き替えたい。靴屋があったら瞬速に履き替えたいもん今。それぐらいスピードに欲しとるもんこれ。スピードがあった方がね。おっと、体力も増加も欲しい。自動回復がついておけんさ、体力の上限あるってもそれだけでもアドバンテージになるでしょう。しかし数が多いなほんま。よし、操作もちゃんとうまいことやれんかったら。攻撃の感覚があるけんさ、
ゆだときどきに攻撃できんかったらちょっと危ないよ。よし、いい感じにくぐり抜けて安全ゾーンが来て、しかもハートも多い。いいね。ファイカルサポート HP じゃ、こっからは持久戦やけん、どう何かなっても HP 残りわずかでも生き残れば勝ち。生き残ればそれでいい。おっと、このワクチンのアイテムはいるでしょ。あと必殺技も使っとこう。必殺技はちゃんと使い切っときたいところ。よし、わ、来た、円の来たやつ来た、やばい、円のやつ来た。これ逃げれるようになっとうかな、スピード上げて。こっちが空いとるだろ俺。よっしゃ、残り15秒でこんだけ隙間あったらいけるわ。確実確実や、もうもう勝ち確じゃこれ。あとは敵倒してアイテムを稼ぐぐらいのことしかないぞ。終わったろ。おっしゃー、どっからその特撮も大爆発できようんだろうな。時間かかったー。まさか2回もゲームオーバーになるとはランク S って出ようけどさ、2回やられとけんな。これ回数目のランク S ですよこれ。あ、でも効率よく敵を倒すよるってことは認めてくれとるかってね。繊維素材がこう、購入できるようになったんじゃ。素材をね。でさ、メイド服が強化できるようになってるみたいやけん、バッチリ強化しまして、2段階。これで、体力と防御力と素早さも上がっと、素早さも上がっとんで。素早さも上がるんじゃ。でかいでかい、アドバンテージでかいよ、これ。ええね。よっしゃ。これでこのまま次のステージ行こう。同じエリアのステージ1の3。全滅させなあかんのじゃ、今回は。OK です。消耗品選択。ないじゃないかーい。あれ？消耗品ないんすか？まあいいや。気にせず行こうか。なぎさ、行きまーす。全滅させなあかんじゃ、今回。時間経過じゃなくてね。ああ、なんかヤンキー系のやつ来た。なんかヤンキーっぽいやつ来た。よし、まずはスピード。セオリーやな。序盤スピード強化して立ち回りを強化するんじゃ。それがセオリーな気がするわ。その後ドローンとかで攻撃回数の強化ぐらいでもいいんじゃないかな。ここで、もうちょいスピード上げよう。これ、上が手打つかな？よし。いいね。ポジショニングが決まった。で、こっち突破して、あ、やめて。近づきすぎ。ポジショニングとかハートの位置の把握とか、ここら辺で必殺技使いたいけど必殺が溜まってるー。ボー全滅させなあかんのよな、よう考えたら。ハード、そろそろちょっと火力の方に回して、ハードがでかいけん支援ドローンも追加して、よし、ハードでかい、ハードでかいよ。ここ全滅させなあかんのだったらな、必殺技スキルちょっと1回増やせ、使えるようにしとこう。全滅させなあかんのちょっと長期戦になりそうやな。なんかよっしゃ、隙間を通っている。ドローンの数増やしましょう。よし、いい感じに隙間つけた。ここ空いとるだろ。よし、いい感じに敵のウェーブをね、さばけるわ。余裕余裕、この辺。必殺はまだ使わんでいいだろ、使えても。使えるときと使えんときのちょっと見極めが全然わからんんですけど。そろそろ道を確保しておきたい。よし、いいぞ。こっち空いとる。結構数おるな、でも俺。よし、これは自動回復でしょ。
長期戦になればなるほどこの辺のスキルが生きてくるからな、おそらく。こっちアイドルだ。よし、こっち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 。そして全滅しなあかんけん、細かいやつも細かく倒さなあかんわけだろ。全滅化ミッションだったら無限湧きはせえへんはずやけん。あ、割とでも出てきてるな後から。それはどういうことだ。それも含めて全滅させなあかん感じ。弾幕弾幕、こっちが手薄やけんこっちに逃げる。このゲーム多分ね、見た感じ必ずどっかには逃げ道があるようにうまいことセッティング、ゲームバランス設定されたと思うんで、ってことだと思うよ。必殺はできるだけギリギリやばいなーって時まで取っておきたいところ。あれは完全に打開タムの切り札やけんね。格闘攻撃はあんまり威力高ない。てかゾンビが強なってる。これまでのステージのゾンビよりも格段に強なってないかって思うんやけど。こっちが道あるんでこっち行きますね。よし、いい感じに持久戦できてる。ハートが多いね。取りこぼしのハードがたくさんあるね、これ。格闘攻撃が一発で倒れんぐらいのゾンビの硬さになっとんだ。ヤンキーゾンビ強え。ここは火力が欲しい。ドローンもらいます。ドローンにも種類があるんやな。なんか割ととどまって攻撃のパターンとついてきてくれるパターンの、ああ、そういう2パターンあるんじゃ。今頃気づいた。こっち道あるんで、ここ突破して、さすがに危なかったんで、必殺だ、みたいなところだな。バババババババーで、思いっきり真ん中が開いたんで突破。いいね。分かってきた。このゲームの戦い方がちょっと分かってきたところはあるんでしょう。わ、来た。でもスピード上げとるから、その前に、囲まれる前に逃げれると。いいね。よし、大体ちょっと攻略の方法っていうのが掴んでき始めてきたんじゃないでしょうか。あ、敵が多い。必殺のクールタイムまだちょっと溜まってないな。格闘攻撃でちょっと無理やり道をこじき開けることもできて、よし、いい感じに突破した。ここはドローンを追加してもらいましょう。よし、いいね。 HP 回復がね、地味に効いとる。ダメージ最小限に切り抜けたら、あとは逃げ回りよる途中で自動的に回復してくれるけん、アドバンテージ、ディスアドバンテージがなくなるんやな。わあ、またドローン来た。でかい。火力は欲しい。ほんまと火力がええんですよ、これ。ところでさ、刺激だって俺持っとんかな、結局のところ。それすごい、もう一回確認するよ。刺激弾、ねえ。B ボタン、ZR ボタンなんですよね。使ったんかな、今。てかピコーンって音したけどさ、ちゃんと使えたんかなみたいな。ドローンもっと、刺激弾のうまいことを使えとるところを見せたいな、視聴者さんに。でもちょっとあんまり余裕がない戦いが繰り広げそうな気がする。これ数多いな、全滅が目的なのに。やばい、長期戦にさせられるんで。これ上やな。よし、いいね。スキルの手に入れ方っていうのが大体分かってきたけんさ、序盤に必要なスキルとか終盤に戻ったら楽になるスキルとか、ちょっとそれの見極めができよんちゃうかなって思いますね。その結果この余裕。ちょっとそろそろ必殺使っとこう。必殺使ったら多分ハートが一気に出てくると思うんで、それを回収してさらに強化して、電磁フィールドいいでしょ。これ電磁フィールドも便利じゃないですかね。近い敵に自動的に攻撃してくるような感じだろ、これ要は。だいぶちょっと塊が減ってきたかなと思うんですよ、俺。
ちょっと余裕のあるスペースが増えてきとうけん、全滅に近づいてきよることは間違いないよ。そんな感覚はあるね。依然として敵が多いし、一体一体がちょっと硬いイメージが出てきてますけどね。味方ゾンビ増やしたいんやけど、味方のメイド増やしたいんやけどって感じではある。まだうまく増やせてないルーレット電磁フィードレベル2、ビリビリするぜ。何が変わったかあんまりよく分かってないです説明あんまよく見てないからね。このゾンビ硬っ、でも倒した。そしてちょっと強い分、支援のドローン、あ、全部した、やった、いいっすね。戦い方がほんま分かってきたと思うよ。ランク A っす。バッチリンコ、バッチリンコちゃん来ましたね。これ強いぞ、分かってきたぞ。このゲームの戦い方、なんだ、チタンシルバーを購入。あ、総裁アイテムか。鉱材も手に入った。なんこれ、なんか脇道それるような。ああ、別に次のステージ。ボスとかおるで、ボス来たで。これちょっとさ、強化入れる方がなかったら、そろそろアサルトライフの強化欲しいんです。できるね、これ。鉱材で強化できるんか。パワーこそ正義なんですよ、これ。このゲーどれだけ素早く敵を倒せるかって重要なところあるんでね、これ。あと、どうやってさ、その刺激弾をさ、装備できるのか、ちょっとすごい気になるところなんですけど。まだ、これをね、使えた試しがないんですけど、セーブいただきまーす。このゲームにおけるボスってどんなやつが出てくるんだろうな。楽しみにしとこう。いや、お手柔らかによろしくお願いします、だけど。なぎさ、いきまーす。あ、イベントじゃ。ムービー出ましたね。リンカさんの痕跡は発見できましたか。痕跡が発見とか、モンハンの話してよ。うん、まだ正直どこを探したらいいのかもわかんない。痕跡って何って話やもんな。痕跡が残るって何って話やもんな。何？リンカちゃんの髪の毛でも押しとるん。あ、これ、リンカちゃんの髪の毛だ。わかるか、そんなわかるか、お前。警察犬でもなかったらそんなことできんぞ。余裕がないもんな。細かいところに気づくような余裕なんかあるわけないだろうな。ああ、不思議ですね。なぜそうまでしてリンカさんを救おうとするんですか。え、そんなに変？友達を助けたいって思うのは普通のことでしょ。そうだね、それだけ君にとってリンカちゃんは大切な人なんだね。自分の命を危険にさらすことになるんですよ。家族でもない相手にそこまでする義理はないかと。いや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 、同じメイドカフェで働く家族やで、ある意味ね。それってつまり誰かを助けるためには理由がいるってこと？違います。命をかけるほどの理由があるのかと聞いているんです。命をかける理由、理由か、あんまり考えてなかったけど、やっぱり友達だからかな。そうだよ、友達って大切なんだよ、大切な人なんだよ。そんな大切な人をさ、助けるなんてさ、パッとすぐに理由なんか言えなくてもええんだよ。答えになっていませんよ。あ、お前絶対彼の友達とかいう存在いないだけだろ、お前。お前も友達という存在が身近にいるんだったらそんなこと言わんぞ、おそらくな。カノン、お前。おい、カノン。だって本当のことだもん。リンカちゃんって、私と同い年なんだけどね。ああ。バイト先のメイドカフェでは、私よりちょっと先輩だったの。あ、そうなんじゃ。拠点に使っているこの場所ですね。そうそう、そこでバイト初日に挨拶してさ、リンカちゃんは私の教育係になってくれたんだよね。
最初はクールでちょっと怖い感じなのかなって思ったけど、私が何度失敗しても必ず助けてくれたりして、大学は違うけどプライベートでも遊ぶようになってさ、気がついたらなんかいつも一緒にいるなって。大学になってそういういつのなんか気がついたら一緒に遊ぶような友達になってたみたいな。すごいな。大学で小さい頃ってさ、それこそ3歳4歳とか小さい頃ってさ、ほんま自分で意識せんでも自然と友達ができとることってあるけどさ、それがどんどん年を重ねることにさ、人と仲良くなるってほんまはその無意識のうちにはできんようになるもんなんやぞ。俺としてはそんな感じがする。先輩後輩っていう感じの立場がだん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 そう近づけるには自然に近づくにはいい感じの距離感だったんやな。リンカちゃんはパンデミックが起きた時も私を助けてくれたんだよ。そうだったそうだった。そういえばしてたらゾンビになった人たちが急に襲いかかってきて、何が何だか分かんなくて動けなかった私をリンカちゃんがゾンビたちからかばってくれたの。ああ、それがきっかけで噛まれたっていう説もあるな。あの時リンカちゃんは腕を噛まれてウイルスに感染したのかもね。そうなのか。何か言った？いえ。このさ、頬をあくらめて目ギョってした時の顔かわいいね。ゾンビたちの巣になっているようです。ああ。リンカさんと別れた場所からもそう離れていません。何か手がかりが見つかる可能性もあります。本当に？それじゃあ早速制圧してくるよ。制圧とか言っちゃったからね。気をつけてください。屋内で遭遇するゾンビはより厄介な相手になります。屋内入るんじゃ。しっかり注意しながら戦えば平気平気。それにいざって時はカノンちゃんが助けてくれるでしょ。現地にいない私に多くを求められても困りますよ。確かにね。めんこめん。さてと、それじゃあゾンビ退治を再開しようかな。うん。リンカちゃんを助けるために。カノン。そうじゃ、これが親友ってやつじゃ、カノン。起きるといいですね。起きるか起きないかじゃない、起こすか起こさないかの問題さ。さあ室内の戦いになった。あ、ちょっと壁がある、壁がある。この本棚でちょっと壁にさ、でちょっと移動範囲っていうのがちょっと限られてくる感じですね。これ立ち回りにもちょっといろいろ判断力が要求される感じ。おっと、ここでこの中だったらドローンだろう。できればアジリティ増やしたい、素早さ増やしたいんですけどね。できるだけ早めに中に切り込んで道を作る感じ。これは早めにヒールもらっとくか。どんどん進んでいって切り込んでいく。ボスってなんだろうな、一定数倒すとよりは先に進んだ方が出てきそうな気がするけん、ガンガン右上動いた方がええんかな。どうなんでしょう、一定数倒したらなのか。ちょっとその辺が分からん。シールド、防衛力上げとこう。いざって時の防衛力。ボス倒さなあかんってことがさ、そのボスとの競り合いみたいな、HP の削り合いになるわけやっけ、防衛力いるんちゃうかな。よし、次が、銅の攻撃上げとこうか。まだドローンが1機だけっていうのがちょっと寂しい。ん、犬おるんじゃ。犬好きの人ごめんなさい。まあ、そういうゲームなんでね、しゃあないしゃあない。そりゃ犬がゾンビになってもおかしくないでしょ。いろんなゾンビがいますからね、この世の中、世の中っていうかさ。ドローンの数増やそう。ちょっと素早さアップのアイテムが出てこんな。これはヒールもらっとこうか。そんなダメージ食らってないけどさ、これあとボス戦があると考えればさ、いるでしょ。あと必殺技温存しておきたいな、やっぱ。
こっち側突破口を作る。で進んでいく。真ん中が空いとるな。真ん中比較的薄いな。よっしゃスピード来た。ようやくスピード引いた。どんどん進んでいって、こんなどんどん進んでいっていいんかな、ところでほんまにそういう感じなん。よし、いいね、いいっすね。もう戦い方は大体分かってきとる。ボスどこでもどっかおるんかな。一定のエリアまで行ったら的な感じなんかな。ボスわからんめっちゃ広いな。それよりもめっちゃ右に一挙んのにループしてるかのごとく。何、異変があるから、異変があったら引っ返さなあかんタイプのゲームなんこれってぐらいさ、めちゃくちゃ同じところぐる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 ループしてますよこれ。まあ0番出口なんかなここ。どっかで異変あったかなみたいな話してるドローンの射撃の弾数増やしましょう。ああ、ばばばば、弾幕、弾幕。敵の数が多いんやけん、弾幕数が増やさなかったらね。ボスどこ？ほんま。どうやったらボスが出てくるかいう条件あるんかな？あ、あ、来た！出てくるな、これ。おお、血だらけになってるねこれ、後ろの方。確かにね、足元気をつけて。え、そんなことを見てくれてるの。ナイスオペレーター。超能力者なの。便利なもん持ってんなお前。最近の通信機ってハイテクなんでね。司令官みたいになってるやん。とはいえバッテリーの消耗が早いのでカメラ機能をずっと使い続けるというわけにはいきません。ほー、また通信機なのでバッテリー容量が少なくて、ずっとカメラ機能を使っていたらすぐ電池切れになります。ふーん、そういう弱点はあるんだ。便利だけどその辺は不便かもね。なぎさちゃんの服がビビーって破けた時にちゃんとカメラで写しとってね。あとで写真ちょうだいね。こういう状況下ではあまり頼りすぎるのもよくありません。なるほどね。パンデミック発生後電力の供給が止まっていますし、充電もままならないというのが現状ですからね。実を言うとゾンビに制圧された地域を解放するのは発電設備を設置して電力を確保する目的もあるんです。ああ、なるほどな。カノンちゃんいろんなこと考えてるんだねこっちも戦い中いろいろ考えなあかんからな。ルート確保とかワクチン開発のリリースの研究も結局は電力がないとままならないですしね。そうか。それにしてもここは久しぶり。俺自転車こいであげようか。人力で電気起こしてあげようか。食事をしに来ていました。私もバイト前とかによく来てたな。もしかしてカノンちゃんも秋葉で働いてたり。いや、秋葉ぬっていう、秋葉は秋葉かもしれんけどさ、地下の方かもしれんで、地下緊急施設とかで働いてたかもしれんで、なんかそんな感じの人間っぽいぞこいつ。私は、カノンちゃん、おい、なんか不穏な音が聞こえてきているぞ。なぎささん、避けて。避けろなっぱ。何今のゾンビ。え、そのようですね。でもあんなに俊敏な動きをする個体は、わあ、この見た目は案の定ゾンビ化が進んでいるようですな。あと髪の色とパンツの色は一致するっていう固定概念、ここでも引き継がれておりますな。眺めろ眺めろ、みんな、青いパンティーだぞ。眺めろ、眺めろ。なんかちょっとブルマっぽくも見える。色の薄いブルマにも見える。
リンカちゃん、渚だよ、わかる？危険です、渚さん。リンカさんはもう発症しています。まさかのさ、初めてのボスがリンカちゃんというちょっと残酷な展開になっている。でも襲ってこない。あれ、ゾンビなら人間に対して衝動的に攻撃を加えるはず。なんだ、理性があるというのか。まさか渚さんの声に反応して動きを変えたか。あのウイルスでそんなことが起こるなんて。カノンちゃん、私はどうしたらいい、どうしたらリンカちゃんを助けられるの。まだリンカさんの理性が残っているのなら、おそらく脳が完全に侵食されていないんだと思います。え、ってことはワクチン効くんじゃね。それってつまりワクチンを打ちさえすれば治せるってことだよね。来たこれ。可能性はあります。でもなりかけとはいえ、理性はどんどん失われているはずです。取り押さえて拠点に連れ帰るだけでも大きな危険が。可能性があるならやらない理由なんてないよ。わかりました。私は予定通りワクチンの準備をしておきます。お願いします。発症してなおゾンビ化していない人のデータを得られれば、ワクチン開発に役立ちますからね。ありがとう、カノンちゃん。話がわかるね。リンカさんの動きを止めて連れて帰ってくるのは渚さんにしかできません。そうだな。ゾンビ絶対人間じゃ取り押さえられんほどの身体能力ありそうやもんな。待ってろよ、今俺が取り押さえて楽にしてやるからな。大丈夫だよ。いや、殺してるみたいな言い方やな。殺すみたいな言い方やな。そういうわけじゃないよ。助けてあげるからね。わー、ちょっと待って、リンカちゃんどこ行ったー。ローリングバスターライフルやー。あ、おるな、これ。わ、飛び回ってるやん。あ、こういう感じの攻撃してくるね。ババ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 、リンカちゃんに攻撃を加えつつも敵のゾンビの位置も気をつけて。そうか、雑魚敵との処理もちょっと間で入れなあかんけん、結構ハードワークですな。格闘攻撃はちゃんと通じる。でも HP 減るよな、割とドローの力が強いな、やっぱそう思う。ノックバックで、あ、遠くに押し込むこともできるけん、これはちょっと念頭に入れつつ、落下地点がここだったらこちらのポジショニングは、いや、直接攻撃の威力が高い。ちょっとダメージを食らいました。ここいっ、ローリングバスターライフル来るぞ。ローリングバスターライフルでリッカちゃんごと、あれ、リッカちゃんについてない。あ、いや、減っとるか、ちゃんと減っとるな。飛び込んでくる攻撃があるんでね、これ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 があるんで、一定の距離が欲しいところ、戦うときは一定の距離が欲しいところ。よし、いい感じ。下に逃げ道もあって、ちゃんと弾幕を張ってぶつけれる。いい感じに減ってる、いい感じに減ってるよ。これはこうちゃんと道が作れてる。素材も取って、ちゃんと素材も見つけたら取る。飛び込んでくる攻撃、これはちゃんとよけれる。いいね、弾幕張れてる。弾幕がうまいことリンカちゃんに向いて飛んでいけることがでかい。これいいね、めっちゃ HP 減るんで。あれ、終わるぞ、終わるぞ、終わったー。よっしゃー、残ったゾンビなんかすごいザ・ワールドみたいな感じでストップしてますけど、これ、すうまなってきたねー。やっぱ あのステージでさ、2回ゲームオーバーになってさ、それでクロノゲームのこと研究できたんが生きてますね、これ。いいね。リンカちゃんとの戦いを終えた私は、くったりしたまま動かなくなった彼女を担いで拠点に戻った。いい感じに気を失わせたんやな。カノンちゃんが言うには、予想通りまだ完全なゾンビ化はしていない。なりかけの状態。なりかけのふりかけね。ふりかけのなりかけね。治療がうまくいけば。リンカちゃんは治るはず。でも
もしもダメだったら、その時は。その時はその時よ。やってみんかったら、やってみせろ、マフティーなんよ。渚さん、治療の準備が整いました。うまくいけば、リンカさんは治るはずです。ですが、もしワクチンの効果が現れなかった時は。うん、わかってる。だからお願い。その時はその時よ。何も言う必要はありませんでしたね。では、治療を始めましょう。リンカちゃん、ダメだった時は私がお墓を作ってあげるからね。なんかちょっとエッチなんだよな。なんか始まった、なんか始まった。ゾンビになりかけのメイドを治療します。敵として出現したメイドを倒して連れ帰った場合と、出撃して倒されてしまった場合にゾンビ状態になります。あ、出撃して倒されてもゾンビになるんだ。あー、こんな感じになるんやな。ゾンビになりかけのメイドは出撃できません。早急に治療しましょう。また全員がゾンビになるとゲームオーバーになります。あ、そういう感じの展開になるんだ。で、ワクチンが必要ない場合はアイテム購入。あー、ある、あるんだよな、ワクチン。振ってシェイクゲージを満タンまで貯める。溜まったら散布。ワクチンを散布することに少しずつ回復して、完全に回復するまでかけ続ける。一度成功したメイドの治療はスキップできるようになります。 OK。 つまり振ります、振ります、振ります。シャ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 、ドバー、聞いてる聞いてる。おお、治りかけ治りかけ。ちょっとうつろになってる、目がうつろになってる。まだちょっと目がうつろになってる。シェク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 ポイ、治れ。直ったんちゃう？肌の色が元に戻った。え、まだ、まあ、元に治りきってないこれ。割ともう元に戻った判定でいいんじゃないかなと思っておるんですけど、これ。もっと欲しいのか。ほら、かけてやるよ。ええやろ。これがええやろか。お、穏やかな声になった。イェイ、サクセス。やったぜ。まだここにいたんですか。なんでその冷たいことを言うんだ。うん、リンカちゃんのそばにいたくて。ほら、いつ目が覚めるかわからないでしょ。いや、バッチリ目開いてたわ。お目パッチリ開いてたわ。お前可愛らしいお目目がね。気持ちはわかりますが、渚さんも疲れているはずです。あれだけゾンビと戦ったんです。少しは体を休めないと。そうだよ、ゾンビと戦って、ゾンビとして戦ったやん。休んでるわけにはいかないよ。もしもリンカちゃんが治ってなかったら、また戦いになるかも。途方もない長い戦いになるんやで。どっかで要所要所休憩入れんかったら。そうなったらカノンちゃんだけじゃ危ないだろうし、目を閉じると嫌なことばっかり思い浮かんじゃうから。ちょっとネガティブな感情もあるんやな、やっぱこういう状況だもんな。もしリンカさんが治らなかったら。もしとか言うんじゃないわお前。何度もし治らなかったらの話しているんだお前は。でも治る治る。ならないって信じてるよ。リンカちゃんは強い子だから、きっと元気になるはず。そうさ、私はワクチンの開発を進めておきますから、渚さんはここでリンカさんの様子を見てあげてください。あー、てか起きたじゃないよ。ここは。おお、リンカちゃん、ええですね。こんな状況でもパンチラには目がいっちゃいますね。いいシーンなんですけどねこれ。私は確かゾンビに噛まれて、
それから嫌な夢を見ていたようですね。覚えてないの？わからない。渚と別れてそれからのことは何も。なりかけ時の記憶はないみたいですね。めまいや吐き気などはありませんか、リンク？あなたは？自己紹介や説明は後にしましょう。まずはリンカさんの体の調子を確認するのが先です。そうですね、リンカちゃん、まずは触診するから脱いで。まだウイルス感染の影響が残っているかもしれませんし、しっかり検査をしておかないと。ウイルス。なるほど、あなたがワクチンを作ったのね。おかげで助かったわ、本当にありがとう。あ、なんか俺さ、こういうクールでショートヘアの子って好きやなと思うんですよ。好みなんですよ。ちょっとエヴァの綾波をちょっと連想させるよね。私はワクチンを提供しただけです。あなたを助けたのは渚さんですよ。いや、提供者だよ、功労者じゃないですか。お前こんな状況でさ、何より大切だっていうかさ、必要なもんってワクチンでしょ。思いっきり功労者ですよ。むしろ救世主って呼べたもん。ゾンビたちに襲われても絶対に諦めずに、リンカさんが治るんだと信じていましたから。そうだね、リンカちゃん、もしかしてちょっと怒ってる？少しね。助けてくれたことには感謝してる。でも、自分から危険なことをするなんて。リンカちゃんばっかり、かっこつけすぎだよ。そうだよ、クールでかっこいいキャラだなって思うけどさ。リンカちゃんだって、自分を犠牲にして私を助けてくれた。私だって、リンカちゃんを助けたいし、助けたかったんだよ。だからこれはお互い様。そうでしょ？分かったわよ。そういうことにしておくわ。そういうことにしておいてくれ。私がもし渚の立場だったら、きっと同じことをしたでしょうしね。さすが親友同士だ。超えてるよ、リンカちゃん。渚さん、お話はこのくらいにしておきましょう。リンカさんはまだ目が覚めたばかりなんです。休んでおかないと。ええ、そうさせてもらうわ。休め休め、これからまだ戦い、長い戦いになりそうやけんな。おかげでリンカちゃんを助けられたよ。いえ、渚さんがリンカさんを信じた結果です。正直に言って、リンカさんを治療できたのは奇跡ですよ。そうよ、奇跡ってのはさ、起こそうとして起こすもんなのよ。そうなの？でもワクチンがあったから。あのワクチンの効果はまだ実証できていませんでした。ましてや発症が中途半端なところで止まっているなんて想定すらしていませんでしたからね。結構数多くの奇跡が重ね合って今の結果が生まれとんのよな。念のため検査してみましたが、リンカさんには渚さんと同じウイルスに対抗する抗体があったんです。へえ。私と同じ。でもだったらおかしくない？私はゾンビになってないのに、なんでリンカちゃんだけ？抗体やって個体差ってんがあるんだろう。抗体は感染や発症を完全に防ぐものではないということです。渚さんだってゾンビにたくさん噛まれたら発症するから。ちょ、怖がらせないでよ、カノンちゃん。事実ですから、忘れないようにしてください。抗体は万能ではない。それが確認できたのは収穫でしたね。うん。ですが、たとえ発症したとしても抗体を持っていればゾンビ化を大幅に遅らせることも分かりました。その間に適切な処置をすればゾンビ化を防げることも。この情報は今後必ず役に立つはずです。そうやな、同じようにまだゾンビになりきってないような人もおるけん、それを助けることができるってことだろ。それじゃあたくさんワクチンを作ってみんなが抗体を持つようになればウイルスなんて怖くないね。なんかインフルエンザと同類と考えてないか。そういうレベルじゃないんだよ。
パンデミックを終わらせる希望になるかもしれません。でもそうだな、そういう希望があるからこそ明日へ歩いていけるわけよな。そのためにはより多くの抗体サンプルを集めて完成度の高いワクチンを開発する必要がありますが、私とリンカちゃんのだけじゃ足りないってこと？まあそんなに抗体を持つ人間おるかな。そうですね、できればもう少しサンプルが欲しいです。そのためには生存者を探して抗体の有無を調べないと。ねえねえカロちゃん、僕の体に抗体はないかな？僕の体の隅や隅まで調べてくれてもいいんだよ。わかった、それなら私が何とかするよ。生き残ってる人を探して保護すればいいってことだよね。いいんですか？もう渚さんの目的は果たしたはずです。これ以上危険を犯す必要は。私がリンカちゃんを助けられたのはカノンちゃんのおかげ。それにワクチン感染すればみんな幸せになれるでしょ。優しいな。だったらやらない理由なんてないよね。私にできることだったら何でもするつもりだから。じゃあ刹那圭介のためにステーキ作って。腹減ってんだ。わかりました、お言葉に甘えます。まずは安全をある程度確保するためにゾンビに占領された地域を解放するところから始めましょうか。それから周辺の探索を進めるということで。了解、よし、やる気が出てきた、頑張るぞ。えいえいおー、なんだ早っ。生存者見てくるの早っ。その可能性は高いと思います。ある地点で打ち上げ花火が上がったのを確認しました。なるほど、自分の居場所を知らせる信号弾か。打ち上げ花火、ようそんなもんがあったな。隠れていた人が食料や水が尽きてなんとか助けを呼ぼうとしたのかもしれません。助けを呼ぶって、そんな大きな音がするものを使ったらゾンビたちにも居場所がバレちゃうんじゃないの？そうやな。そのリスクを負ってでも救援が必要だったのなら、その生存者は危機的な状況下にあると考えられますね。ああ、それなら早く助けに行かないと。こうしてる間にゾンビに襲われちゃってるかも。確かに生存者の保護は最優先に行うべきだと思います。その中に抗体を持つ人がいるかもしれませんから。あくまで利己的な言い方するなお前。渚さんにしか頼めないことです。お願いしてもいいですか？僕は何もしなくていいの？もちろん。それじゃあカノンちゃんは通信機でサポートを。待ちなさい。あ、出たークールガール。動いて大丈夫なの？ええ、もう大丈夫みたい。むしろ前よりもずっと体が軽くなったような気がするわ。ウイルスの影響、こいつも多分金メダルが取れるんだな。どの競技でも金メダル取れるんだろ、どうせ。それより渚、あなたまた一人で危ないことをしようとしていたでしょう。聞く、聞こえてたの？あなたが大きな声で騒いでるから聞こえなくても耳に入ってきたのよ。確かに人間の形をしたメガホンかよ。ねえ、お願いだから一人で危険なことはしないで。でも私ならゾンビたちとも戦える。助けられる人だっているかもしれないんだよ。もうあれよ、渚ちゃんはさ、助けられる力があるのに助けないのはなんてことできないよみたいな、なんかガンダムシードのキラみたいな感じの感覚なのかもしれない。勝ってる。戦う力があるなら戦いたい、そういうタイプの人間か。あー、え、なに？日本刀持ってる！スナイパーライフルと日本刀、すごい組み合わせ！未だかつてこんな2種類の武器を持った戦うキャラクターなんか見たことあったでしょうか？しかも4人によってはそれがメイドです。あと、おっぱいが割と大きいね、君。谷間でけえ。大丈夫な？それ、お店の、その、なんつうか、そういうあれのなんか法律的に抵触してないんだろうかっていうぐらい見せ方してるね、俺。うん、エッチなお店、風俗店ではないよね、これ。そういう
私も一緒に行くのよ。じゃ、リンカちゃん？どっからあったんだろ、その2本と。その銃をどうやって。武器倉庫のロックはかけてあったはずです。え？まさか力づきで開けた的な。仮面ライダー01のフワさんみたいな感じなん。セキュリティが甘いみたいね。あれくらいの鍵、ちょっといじればすぐ外せるわ。パワーよりもテクニックのパターンだったわ。これがあればゾンビとも戦える。それにウイルスを克服した私の体も渚と同じになってるんでしょ。私の研究記録まで勝手に抜かりないな、お前。おとなしそうに見えて結構手癖が悪い方みたいですね。言い方手癖が悪いっていう言い方男たぶらかしてホテルであえて酔わせて財布を抜き取るという、そういうタイプの人間みたいな感じになってるよ、お前。あんま褒められてないね。手癖が悪いっていう言い方を褒め言葉ではないね。ちょっと待って。めっちゃ挙動ってるね。そのつもり。もしかして私じゃ頼りない？挙動りすぎないよ。投げさじゃ挙動りすぎないよ、その顔。ひよってるやついるって言ったら、はい私ですって言いそうな感じのレベルで。そんなことないよ。むしろすっごく頼もしいっていうか。ああ、病み上がりなのにそんな無茶をしないでほしいなって。言ったでしょ、あなたと同じ体になってるんだって。体調の心配はいらないのよ。それに渚はちょっとおっちょこちょいだから、ちゃんとそばで見ておかないと不安になっちゃうの。おっちょこちょいなんてことはないと思うけどな。どうかな。あなたバイトで何枚の。ご主人様の顔にケチャップをぶちまけたことだってある。それダメなやつとは言い切れねえだ。そういうのことをされて喜ぶ M な人もいるからな。そのブレンド S みたいにさ、そういうのをご褒美として受け取ってさ、逆にね、リピーターが現れるパターンあるかもしれんからな。ああ、わかった、わかったってば。カノンちゃんの前でそんなこと言わなくたっていいじゃんか。お騒がりすぎて月の給料が天引きされて、なんかマイナスになってるみたいな。ちょっと意地悪しすぎたね。それじゃあ、行きましょうか。私たち意地悪しすぎないよ。割と意地悪なこと言いすぎないよ。体は鍛えられても心は鍛えられませんからね、ウイルスでは。しかもすごいかっこいいな。スナイパーライフルと日本刀の二刀流ってえぐいな。すごいキャラクターできたな。どこにあったん？スナイパーライフルはともかく日本刀どこにあった？ヘアピ？あとサブシナリオも出てきたんじゃ。気になるね、サブシナリオ。あー、増えてる増えてる。でも今回はここで終わりとさせていただきます。というわけで次回サブシナリオも気になるし、新エリア、しかもさ、これリンカちゃんが追加されたってことはプレイヤブルキャラクターリンカもありなんだろうな。リンカちゃんを操作することもできる。スナイパーライフルか。ちょっと立ち回りが難しそうやな、アサルトライフルに比べたら。でもちょっと面白そう。日本刀の威力もちょっと気になるですし。よし。まあ何せよ、今回はここまでとさせていただきましょう。次回、リンカ、ゾンビの頭に、ロックオン。俺は、君のおっぱいに視線がロックオン。